終了せずく。テーマのプレゼンなんか書かせなかったな。終了制作は1年の頃何だったんだろう、覚えてない。2年生はドレスだったんですけど、何だったんだろう。でもまあ学生時代はね、勉強がお仕事ですから頑張ってっていうことしか休みには言えないけど、息抜きも大事です。でもプレゼントが休みすごい苦手だった。みんなの前で発表するの本当に苦手だったな。疲れ様です。皆さん今日も一日、今日は水曜日？火曜日？タタ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 。こんばんは。先生にボロクソ言われる未来しか見えてない。本当に結構厳しい学校なんだね。ボロクソ言われてもいいんですよ、もう聞き流しましょう。そういうのはボロクソ言われてもちゃんと聞いたことほぼないから、自分の嫌なことは聞こえない耳になってるので、何か言われてもピーって全部流してます。嫌なことは自分にいいことだけ受け取るようにしてます。そうやって生きていかないとやってらんないですよ。嫌なことは基本聞かないシステムで生きてます。なんかさ、このイベント期間3部制にしてるじゃないですか。すごい不思議なことにさ、1部が一番顔の状態がいいんですよ。2部3部ってなんかどん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 劣化しませんか、すみ。プレゼン終わったら冬休みだって。そっか、冬休みの季節ですね。学生は冬休みか。学生が増える時期だ。公園にちっちゃい子とか小中学生高校生がたまり始めると休みだなって感じる。呼吸を止めて1秒、あなた真剣な目をしたから。穏やかな表情になりますね。かすみが星崩ロンリネスト、トゥ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 。落ちた涙も見ないふり、すれ違いや回り道を、あと何回来たら二人は触れ合うの。タッチは絶対かすみカラオケで歌うかもしれない。
タッチは割とお箱レベル、お箱ではないけどお箱レベル、担任とほぼほぼ名前同じの私の推しメンって見せたら可愛いって言われた。うれっぴーん、ちゃんと可愛い写真見せておいてね。真剣な目をしたから。でもカラオケに行く機会もないですよね、学校を卒業すると。おいや、熱い。学生時代はなんかみんなでカラオケとかよくあったけど、もうさすがにないな。あんまり行きたいとも思わないな、カラオケって。橋崩ロンリネス。そう、最近気づいたことがあるんですよ、蓮見の苦手なこと。気づいたん、蓮見すごく苦手というか、この間帰り疲れて電車に乗った時に、電車って混むと座っててもこう目の前に人が来るじゃないですか、つり革に捕まった人が。それで自分の斜め前ぐらいにいるんだったら全然平気なんですけど、そうじゃなくて自分の目の前に人が立たれるとすっごい なんか気分が悪いと言ったらちょっと失礼な言い方になるんですけど、自分の真ん前、こう自分が座ってる真ん前に人が立つとちょっとなんか気持ち悪くなっちゃうというか、息苦しいっていうのはちょっと大げさすぎるんですけど、気持ちが悪くなっちゃうですよね。でもその時すごい疲れてたからっていうのかもしれないんですけど、あと普通に道を歩いてる時、人がたくさんいるところとか、自分の目の前とか真後ろとか歩かれるとすごい息苦しさを感じるんですよね。斜め前とか斜め後ろちょっとずれてくれれば問題ないんですけど、すっごい人がいっぱいいる時ってそうもいかないじゃん。ほんと真ん前とか真後ろだとすごいなんか閉塞的な気持ち、閉塞的というか、すごいその状況に息苦しさというか気持ち悪さを、人が気持ち悪いとかじゃなくて気分が気持ち悪くなっちゃう、気持ちが悪くなっちゃうんですよね。これは何か閉所恐怖症的なあれなんかなと思って調べたけど、別に何も該当しないというか、ネットで引っかかることもなくて、ただまあ何なんだろう、自分が苦手なだけなのかな。めちゃくちゃわかる。だって誰か同じ気持ちの人はいませんか。あれなんですかね、人間のパーソナルスペースって言うじゃないですか、そこに入ってこられると嫌だ的な、それなんかな。何なんだろう。落ちた涙もパーソナルゾーンね、パーソナルスペースなんですかね。あと何回過ぎたら二人は触れ合うの。お願いタッチタッチ、ここにタッチ、あなたからタッチってものは
目標達成まであと8万1500ポイントというか、8位とだいぶあれですね、差が開いたんだね。8位まで24万1149ポイント1位の人はどんだけすごいんだろう。落ちた涙も見ないふり。今日が6日目6日目雨降ってるのね。今日が6日目ということで、ファッションのネタは切れつつありますが、でもなんか、でもなんだかんだ毎日ネタになる話があったよね。かすみの夢の話とか、なんだろう、何の話してたんだろう。うん、夢の話、カラオケ、ASMR とかね、いろいろやってましたけれども、お団子じゃーん、皆さんはどんなイベントがあったら嬉しいと思いますか？自動車学校の期限切れそう。期限か、期限あるんかな。期限あったらどうしよう。いつの間にかほどいてた。そう、なんか漏れてない気がしてほどいちゃった。よっしゃあげー、こんばんみ。ゲームとかはする？ゲームはほぼほぼしないですね。一時期携帯ゲームにハマってたけど、もう全然飽きてはないんですけど、今はYouTube と Netflix にハマってずっと。え、期限切れて全額無駄になった。それやばくない？地獄じゃん。だって教習所って結構高いですよね。30万とかするよね。30万40万。野球大会しよう。はじめ野球できないんですよ。スポーツあんまできないと思ったことないけど、野球とテニスができない。野球は普通に怖くてできない。はじめあれできないの、キャッチボール。なんだっけ、グローブ使ってキャッチボールができないんですよね。怖くて。だってさ、野球のボールって硬いじゃん。あれがさ、デッドボールとかさ、頭とか体に当たった時のことを考えたら怖くてボールつかめない。前に始球式やってたよね。始球式はだって投げるだけじゃないですか。はじめ肩は強いから投げるだけなら全然いいんですよ。キャッチするってことができない。グローブ怖くてキャッチできない。サッカーと野球はできないですね。最近バドミントンと、なんだっけ、卓球やりたいなって思いました。卓球見てたら卓球やりたくなった。楽しそう。ドッジボール、
ドッジボールやりたい。あの小学生の頃を思い出してドッジボールをやりたい。無邪気にあざになるよ。やだ、あざ作りたくない。やっと今あざが全部足から消えたのに、なんかいつの間にかあざができてるんですよね。不思議。授業でソフトボールやんなかった。やりました。ほとんど参加してないレベルでちゃんとやってない。だからサッカーと野球ができる人はすごいと思います。ソーラン節とかは、ソーラン節中学生の頃にやるよね。どっこいしょ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 。ソーラン、ソーラン。ドッジボールは避けるの得意。ドッジボールね、はじめ外野が好きだった。ボールに当たりたくないから一生外野にいる。でもかすみドッジボールほんと得意ですよ。球投げるのかすみ得意。球投げる系ドッジボールとか。ラウンド1行きたくなってきた。ラウン1懐かしい。ラウンド1は谷川聖と佐藤七海とマネージャーさんと行った以来行ってないかな。福島のイベントの前日に4人でラウンド1に行くっていう伝説の、私たちの中で伝説の日があったんですけど、もう本当にこれなんか多分結構何回も話してる、ヒジとの回でも結構話してる伝説の回だから知ってる人も多いと思うんですけど、佐藤七海がめちゃめちゃ不機嫌になるっていうラウンド1が懐かしい。奈々ちゃん可愛かったな。お子ちゃまでした。そのマネージャーさんがもう本当に仲良くて友達みたいなマネージャーだったので、はすみもひじもななみちゃんも結構もう気を許してて、佐藤奈々ちゃんがすごい不機嫌になったっていうラウンド1の記憶が一番強い。奈々ちゃん元気かな。呼吸を止めて一秒、あなた真剣な目をしたから。 J ビレッジで何かやったことあるの？ J ビレッジはイベントはないけど、 J ビレッジはかすみスイミングスクールに通ってました、小学生の頃。 J ビレッジいいよね。 J ビレッジのスイミングスクールに友達と通ってた。プラスあとなんかご飯、バイキングがあるんですけど、シーフードの確か、そこのバイキングによく友達の家族とうちの家族とかみんなで行ってました。なんかカニのね食べ放題とか確かあって、めっちゃみんなでカニをひたすら食べてた思い出がある。懐かしい。なんか子供の頃ってさ、そうやってなんか親と一緒にさ、友達の親とか友達も含めてみんなでご飯行くのっていいですよね。今じゃ絶対にないじゃん。今もう自分たちで行けるじゃん、ご飯なんて。お金も自分たちで持ってるわけだし。でも子供の頃は親がお金払ってくれるからさ、みんなで親と一緒にご飯っていう感じ好きだったな。エイトのマネージャーって大変そう。エイトに限らずマネージャーさんってめっ
ちゃめちゃ大変な仕事だと思います。かすみはもう断言できる、絶対できない。かすみにはマネージャーっていう職業は。本当にかすみの一番仲良かったチームメイトの頃のマネージャーさんがいるんですけど、その人は自分のこと人間サウンドバッグって言ってたんですよ。みんなの愚痴も聞かないといけないし、やっぱ表と裏では違うところがいっぱいあるじゃないですか。キラキラしている舞台でもみんな不満があるし、ストレスもあるしってなると、マネージャーさんはめちゃめちゃ大変な仕事だと思う。みんなの話を聞かないといけないし、みんなを励まして、みんなを慰めて、みんなのなんか食べ物買ってきてあげたりとかさ、お金も立て替えてあげたりとかさ、休みがねほぼほぼないし、土日だってイベントいっぱいだしさ、平日も仕事だし、すっごい大変だと思います。芸能人よりもプライベートな時間がないって聞くよね。やっぱそんなに大変なんですね。大変だと思う。カスちゃんの子供が芸能界に入りたいって言ったらどうする？かすみはモデルになってほしいなって思います。自分の子供はアイドルじゃなくてモデルになってほしい。男の子も女の子も。アイドルになるって言ったらちょっと一旦考えますね。モデルモデルがいいな。でもだからじゃ、なんかちっちゃい頃から髪染めたり、ちっちゃい頃からお化粧したりっていうのはあんまりなんか好きじゃないので、ちっちゃい頃は化粧とかあんまりしてほしくないかな。最近の子はみんなおませちゃんだからさ、ちっちゃい小学生とかからさ、みんなお化粧したり髪染めたりするでしょ。それはちょっとなんかもうちょっとナチュラルな子供でいてほしい。そんな大人になったらいくらでもできるから、何なんだったらいくらでもブリーチでも髪染めるのでも化粧濃いのでもできるから、すっぴんでいられる時期を楽しんでほしいですね。すっぴんの肌が綺麗で、ナチュラルのバージンヘアが綺麗で、それでいい時にはそれでいいんです。大人になったらさ、みんな化粧するからさ、ね、自分も化粧しないとってなってくるけど、子供はみんなすっぴんだから、あなたもすっぴんでいいのよってなっちゃう。カスちゃんパパにだっけ？パパにママにどっちにも。なんかこの間写真撮ったらすごい若い頃バブル時代のマミーに似てるなって思ったんですけど、でもほぼほぼ受け継いでるのはパピーの顔ですね。ママ、マミー、ママの目と目だけじゃない、多分母親に似てるのは。あとは父親にだと思います。輪郭とか鼻とかはお父さんにです。我が家の男性陣こういう顔なんですよ。輪郭シュッとして、女性陣はちょっと丸めなんですけど、男性陣はシュッとしてます。とりあえず釣り連れてこう子供と釣りか。その教えられないし、いそめさせてあげらんないからな。未来の旦那さんに連れてってもらうしかない。裸
かゆ。ペットを飼ってると顔に毛がつくってことはよくあるんですよ。このさ、鼻の周りに毛がつくとさ、もう本当にかゆくて、でも空気中にも結構舞ってるから吸い込んでるし、めちゃめちゃ食べてると思う毛を。ハバニア美人の法則ってあるよね。おお、じゃあかすみは美人ってことで。みんなは美人系の女性か可愛い系の女性か、どっちが好みですか？そこって結構分かれるよね、可愛い系か美人系か。みんなどういう人が好きなんですか？聞いたことない。でも絶対出てくると思った、両方っていう人が。ボス、両方ね。好きになった人が好き。可愛い系かな。意外。スケベだから。可愛い、マクワのりゅうさん可愛い系好きなんですね。絶対綺麗系かと思った。性格もある、確かにね。逆ギレしない人それなんかさ、もう絶対過去になんかあったじゃんっていう内容だよね逆ギレされた過去がある。どっちだろう。ミオチでも綺麗系じゃない？推してる子たちみんな。ミンジュ、ココナちゃんだっけ、みんな顔が綺麗系、サバサバ系女子。元嫁掘っちゃいけないとこ掘った気分だよそれは。スケベだから、でもみんな人間はスケベですよ。スケベじゃない人の方が少なくないですか？1割ぐらいで。私の推しメンみんな系統似てる。ミモリンの推しメン、見る、一緒にいる、愛するには別々だからな。確かにそれは分かります。現実と理想は違うってやつだよね。分かる分かる。おもろいねみんな。なるほどね、大人になると難しいよな。足が速いだけじゃモテないからな、大人は。勉強できるだけじゃモテないから。性格とか趣味が合う方が大事。趣味大事、趣味大事、趣味大事だね。趣味と食の好みも大事だと思う。わすみ海鮮と辛いものが大好きだから、それが合わないとちょっと嫌だかな。お寿司食べらんないって言われたらちょっと嫌だ。
好きだったらそこもオールオッケーみたいな感じになるかもしれないけど、そこを合わせられるかどうか。理想は高く、妥協は低く。理想は高く、妥協は低く。それってめちゃめちゃハードル高いってことだよね。動物付きがいい。はい、私です。でもさ、動物好きって言ってもさ、すごいマカオのリュウさんにはさ、めちゃめちゃ申し訳ない発言かもしれないんですけどさ、動物の中でもさ、鳥類が好きってなるとさ、結構またグッと絞られません？ワンちゃん、猫ちゃんとか、なんだろう、哺乳類、鳥と哺乳類じゃない、わかんない、動物が好きだけど鳥さん苦手っていう人いません？その逆はいるんかな、鳥好きだけど他の動物はちょっとっていう。イケメンと面白い人はどっちが好き？その質問は、イケメンはマジでおもんないってこと？マジおもんないイケメンと、イケメンじゃないけどめっちゃ面白い人。え、どっちもやだ。あ、でもイケメン好きじゃないんだよね。イケメンは怖い。面白い人も苦手かもしれない、はすみが面白くないからはすみが面白くないから、うるさいというか、なんかずっとこう喋られてもちょっと疲れちゃう。犬猫は好きだが、爬虫類とか虫は理解できないね。爬虫類好きも今多いですからね、ヘビとか。確かに鳥飼ってる人少ない。鳥はめちゃめちゃ少ないでしょう、正直。すみの知ってる女の子もいない、鳥飼ってる人は。お、マックス鹿児島さん、ハートありがとうございます。ひたすら話聞いてくれる人がいい。あー、話聞いてくれる人ね、確かにそれ大事かもしれないね。面白いね、みんなのタイプの話したことない。ちょっとお黙りが痛くなるほどうるさい人はダメだよね。そう、なんか1日2日とかすごいテンションが高い日にうるさいのはいいんですけど、エブリデイうるさいとちょっと嫌じゃないですか、疲れちゃう。でもよく喋る人がいいって人もいますからね。じゃあ逆にカスチャは何を求めてるの？カスチャの理想像は。なんかさ、でも歳を取れば取るほどさ、自分の理想って分かんなくならないですか？高校生の頃とかはさ、それこそ白馬に乗った王子様をイメージするわけだからさ、こうなんかポン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 ネタが出てくる。優しくて、なんだろう、優しくて、愛してくれて、尽くしてくれて、綺麗好きで、清潔感があって、料理もできてとかさ、いっぱい出てくるけどさ、もう24歳にもなるとさ、ちゃんと現実を見るわけじゃないですか。そんな人いないよっていうね。そう、現実を見るとさ、難しいよね。でもあすみはめちゃめちゃ綺麗好きなので、綺麗好きな人じゃないと無理ですね。家の中散らかってるのがすごいストレスなので、
片付けができない。はすみはなんか人にやってあげたいって基本的に思わないのですごい堂々と言ってるけど、母性本能というものがあんまりなくて、人になんかさ、なんだろう、ダメンズが好きな女性ってさ、できなかったら私がやってあげたいっていうさ感じじゃないですか。汚かったら私が片付けてあげる、ご飯作れなかったら私がやってあげる、何かできなかったら私がやってあげるっていう感じじゃないですか。私もそういう気持ちは一切ないから、綺麗にできないんだったらかすみが綺麗にしてあげるっていう気持ちはゼロに近いぐらいですかねそう、綺麗好き、清潔感は絶対ですね。ダメだ、こんな冷たいこと言っちゃダメ。かすみは人に優しく、人を褒めて、人に優しくしていかないといけないんだもんね。占いの先生に怒られちゃう。動物好きもじゃない、そうですね、動物を大切にできない人は嫌です。白馬の王子様は多分馬好き説白馬ね、見たことないな。好きなタイプはルンバ、掃除してくれるしね、静かだしね、几帳面だし。お、クラちゃんハートありがとうございます。でもなんか自分の理想を言ったら本当にさキリがない気がする。あとは尽くす、尽くしてくれる問題ありますよね。みんなはどっちが好きですか？自分が尽くすか、相手に尽くしてもらいたいか、どっち派？これ絶妙な問題だよね。尽くす、尽くされる。尽くされるね、どっちだろう。でもかすみの今の話から言ったらさ、かすみ絶対尽くすタイプじゃないよね。掃除、人の掃除別にしたくないっていう考え方だったら尽くす人間ではないよね。三つぐくん みんな尽くすタイプなんだね。尽くしてくれると尽くしたくなる。確かに。好きな人に合わせる。パートナーに干渉されたくない感じ？干渉どうなんだろうね。なんかでもそこってさ、みんななんかめんどくさいよね。放っておかれるとそれはそれで寂しいし、干渉されるとそれはそれでめんどくさいってなるでしょ。10あったら9割は干渉してほしくない、1割束縛してほしいぐらいかもしれない。基本的には干渉されたくないですかね。好きな人に合わせる。まあでもね、結局好きになったらみんな合わせちゃうんだよな。そうでしょ。
この間初恋は何歳ですかっていうのをテレビでちょうど見てて、テレビじゃない YouTube かな、思い出してたんですけど、ますみ昔はめっちゃめっちゃ惚れやすくて、今は全然逆に全然惚れないんですけど、本当小学生低学年の時とかめちゃめちゃに惚れっぽくて、お兄ちゃんの友達とかすぐ好きになっちゃうんですよ。好きになるとかすぐかっこいいって思っちゃう子供だったので、一緒に遊んでもらったりとかちょっと優しくされるとかっこいいって思っちゃう、惚れっぽさが惚れやすかった。あすみの初恋はいつなんだろう、覚えてないけど、でも今は全然惚れないですね。わいいな、アイスクリーム食べた。マカオのリオさん、アイスクリームありがとうございます。アイスクリーム食べた、買いに行こうと思ったんだけど雨だからさっきやめました。ゼリーとアイスが食べたい。お、ハートがいっぱい。たけこまさん、絵直しありがとうございます。初恋覚えてない、でもすっごい記憶にあるのは幼稚園の頃かな、保育園幼稚園の頃かな、幼稚園の頃に好きな男の子のあのロッカーみたいなところに、なんかその授業で作った花束をロッカーに入れた記憶があります。こっそり男の子のロッカーに入れた。お、ハワイスタンプおさん、ありがとうございます。あ、BPM さんもアイスクリームありがとうございます。こんばんは、ドン・アン・ダレさん。実ったか実ってないかもわからないけど、その恋なんて。可愛いよね、幼稚園とかの幼稚園生とかの恋って可愛い。自分の子供がそのぐらいの年齢でさ、聞いてみたいもん、好きな子いるのって子供に、幼稚園生とかに、何とかくんが好きって言われたら超可愛くない？机にお手紙とかはないですね、全然ない。でもそういうエピソードがあるのってなんか素敵だな。確かに、だってずっと覚えてる、もう24歳になってもその記憶覚えてる。花束入れた、なんか紙で作った多分お花だけどね。となんだろう、恋にまつわるエピソード、あんまり話したことないよね恋にまつわるエピソード。全然過去のことだから別にいいんですけど、だって小学生とか幼稚園の恋なんてもうただの思い出じゃないですか。その時は本当必死で好きだったのかもしれないけど、可愛い思い出だよ、ピヨピヨって感じ、ひよこの恋。あー、小学生の頃、でも前も話したんですけど、それこそ霞の地域は保育園幼稚園小学校中学校って一緒だから、メンツが変わり映えしないんですよ。だからなんか大きくなるにつれても恋愛感情というものが生まれないわけよ、ずっと一緒だから、もうただの友達でしかないから、恋愛感情というものは生まれてないかもしれないな、大きくなるにつれて。
中学生の頃とか。でも中学生ぐらいでちょっとおませちゃんになったはずなんですよね、かすみは。ちょっとおませてきた。でも中学校の頃はなんか先輩が怖くて全然なんか恋愛どころじゃなかった。なんか中学生の頃の先輩って無駄に怖くない？あれ何なの本当に。今思い出してもなんか意味わかんないさ、マジで意味わかんないルール多いじゃないですか。保育園の子たち誰が好きとか聞いたらめっちゃ教えてくれるよ。かわいい。そうだよね、保育園の子なんてそうだよね。はじめ園児に恋されたいな。かすみ先生好きって言われたい。かわいい、かわいくてギュッてしたくなっちゃう。幼馴染の恋って漫画にありがちやない？なんかね、合流する学校とかねだったらありがちかもしれないけど、うちは本当になかったな。で、そう、中学校の先輩の話。中学校の先輩って無駄に怖いって話。ほんとさ、1歳しか違わない、1年早く生まれただけなのに、どうしてそんなに威張るっていうぐらいさ、威張り散らかしてきません？みんな怖くない学校の人はあれかもしれないんですけど、怖い学校にいた人めっちゃわかるでしょ、威張り散らかしてくる先輩。お、まえちゃん、ケイト、ありがとうございます。みお先生好きってめっちゃ言われる。 で絶対可愛いよ。そんなのももしゃもしゃにしたくなっちゃう。無駄にマウント取ってくる。女子でもあるの？女子の方があるでしょそんなの。だからかすみ、転校する前の学校がもうめちゃめちゃに女の先輩が怖くて、だからもう先輩と仲いいとかマジありえなかったのよ、先輩様様すぎて。で、転校してからの学校がもうマジで本当に平和すぎて、先輩たちが全然先輩を気取ってこない学校だったのよ。もう慣れてなさすぎて、その環境に、先輩が怖くないっていう環境が慣れてなさすぎて、結局仲良くなれず終わりました。かすみはもうどうしても距離を詰められなくてはいっていう感じで仲良くなれなかった。あ、クロちゃん、アイスありがとうございます。アイスクリーム、ユースクリーム、アイス食べたい、ソフトクリーム食べたい。いやマジでかすみのその1個前の、転校する前の学校はもうなんでそんな怖いのっていうぐらい怖かったわ。なんか部活動もさ、もう意味が分かんないんだけど、部活動で私が1年生の頃、1年生のメンバー9人いたんですけど、すっごい雨だね。え、怖い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 、何これ、そんな雨？ちょっと一旦見てきていいですか？そんな雨降る？え、怖い怖い、そんなに？あ、ごめん、ちょっとダサいかこれ、すごい雨じゃん、すごい雨だね。出かけてなくてよかったよ。みんなお家でショールーム見てるのかな。雨大丈夫ですか？すごい今一気に怖いんだけど、雨で家潰れたりしないよね、怖すぎ。明日の通勤時間帯ぐらいまで降るらしい。やだね、明日も家からね。アイス買いに、これ終わったらかすみアイス食べに行こうと思ってたのに無理やね。で、聞いてください、その無駄に怖かったのが、なんか1年生9人が先輩の前に並ばせられて、
先輩ずらっていて、1年生もずらっと並ばせられる、まあ、全員女ね、先輩も全員女、女子も全員女なんですけど、もう先輩も生きてんのよね、1年生みたいな感じで、順番端から順番に一人ずつ好きな人言ってみたいなやばくない？何好きな人言ってって。で、まあ、好きな人がいた子もいるかもしれないけど、そんないない人もいるわけじゃん。かすみ多分当時好きな人なんかいなくて、でなんかこれなんか伝統だからみたいな、うちらも1年の頃これ先輩に聞かれたから伝統だからみたいな言われて、もうマジで意味わかんないじゃん。そういうなんかさ、上から来る先輩すんごい嫌いででも今思えばそういうのってすんごいバカらしいなってわかるんですけど、当時中学校の時の自分らってそれめちゃめちゃ怖いわけよ。先輩超怖いみたいな、逆らえないみたいな。今だったら絶対言い返せると思う、バカじゃないって。でも当時はみんなすごいビビってたから一人ずつ言うわけよ。でも多分誰も言ってない、みんないません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 みたいな感じで終わったんですけど、あと部活動あるあるは地獄の応援歌を歌わせる練習、応援歌の練習した人多分いっぱいいるはず、運動部だったら。あれも本当に地獄全員並ばせられて全員で一斉に応援歌を歌うわけですよ、その部活の。でそういうとこって先生は全く関与してないじゃん。で先輩がこう見回りみたいな感じで1年生の周りをぐるぐる歩いて、ちゃんと声が出てる人だけ座っていいよみたいな、なんとかちゃんいいよみたいな。でも嫌われてると声出してても座らせてもらえないみたいな。マジで中学校ってなんかね、よくわからないよね、謎謎、無駄な伝統すぎる。いたらどうなるのだろう。いや多分その先輩たちと好きな人が被ってたりしたら多分しばかれるんじゃないですか好きな人を取られたくないみたいな集会なので、怖いんだよ、怖いんですよ。かすみはだから全然好きでもない男の先輩のメアドをかすみがもらったっていう噂が流れて、中学校の時にかすみ聞いてもない、かすみ人のメアドなんか聞いたことないし、その先輩のことなんか喋ったこともないし何とも思ってないんだけど、かすみがその先輩の男の先輩のメアドを自分で聞いてメアドをもらったっていう噂が流れて、その男の先輩のことを好きな女性がかすみのクラスまで来るわけですよ、女の先輩が。休み時間に、で休み時間に呼び出されるわけよ、ちょっとかすみ来てみたいな。仲良くもないのにだよ、誰やねんっていう、話したこともないのに男かぶりで呼ばれるって。いやかぶりじゃない、かすみ好きじゃないし話したこともないの。休み時間に呼び出されてでかすみメアド聞いたって聞いたんだけど本当に聞いたのって言われて、もう何の話やねんって感じでしょ。だからいや全然聞いてないです、本当って言われて、いや聞いてないです、へーそうなんだって、絶対信じてないやつね、へーみたいな、あじゃあ特に大丈夫みたいな言われて、なん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 すぎない。今でもね鮮明に覚えてるから、そういうことって。大体そういうなんか人気の男子とかさ、男子をなんかね、そういうあれで女子は揉めますよね。
揉めるっていう感じじゃない。怖かったな当時。すごい嫌いだったそういう人。すごいよ、そこまで。でもそこまで生きる先輩もすごいと思う。はすみは自分が2年生になっても3年生になっても後輩の子に敬語を使ってしまう人間だったので、仲良くなれなくてずっと距離を取って敬語みたいな。逆にすごいと思う、その堂々とできる先輩たちが。当時は怖かった。でも今こうやって面白く話せたから、その先輩にありがとうですねネタにしてくれてありがとう。あ、時間出したくなかった。あ、もうそんな時間。中学校の話をしていたらもう時間になっちゃった。でも中学校の話なんてかすみ数えきれないぐらいこういうネタが豊富なので永遠に話してられると思う、うん、めちゃめちゃいっぱい先輩の怖い先輩たちのおかげでネタは豊富にあるので。でもそういう先輩に限って多分今あったら優しいんだろうな。でも全然その中学校以来接点が一切今までないので、みんな何やってるのかもわからないですけど。あと1分、じゃあ最後にランキングを発表したいと思います。13位、おうし、13位くれないさん、12位ペンスさん、11位スカイブルーさん、10位エムスポさん、9位マックス鹿児島さん、8位マガリさん、7位プワッさん、6位 BPM さん、5位よもやよもやださん、4位クロちゃんさん、3位しっぽさん、2位まえちゃんさん、1位マカオのりゅうさんってな感じで第2部もご視聴いただきありがとうございました。すごいかすみの中学校話に花が咲いて全然愚痴ではない、ただのネタを提供しただけなので嫌な気分になんないでください皆様ってな感じで第2部もありがとうございます。あ、アギさん嬉しい、レインボースターありがとうございます。ってな感じで第3部11時58分から12時28分この時間帯は今日が最後ですね。明日はないのでぜひお待ちしております。58分から12時28分までまたお会いしましょう。みんなもうちょっと起きててね。バイバーイ。まだ寝ないでねー。あれ？